キフタ峠の風力発電機ルーマニアの風力発電ではルーマニアにおける風力発電について説明する。ルーマニアは2012年には風力発電の導入容量が1905メガワットに達しており、2009年の14メガワットから大きく向上した。ルーマニアは東南ヨーロッパでも風力発電の潜在性が最も高い国家の一つで、 1 4 0 0 0メガワットが見込まれており、2009年には1 2 0 0 0メガワットに投資家のコネクション要求があり、国営送電会社トランスエレクトリカは2 2 0 0メガワットの許可を提供している。エアステグループの研究によれば特に、ドブロジャ地域のコンスタンツア県やトゥルチャ県は、風力の潜在性が大きく、ヨーロッパで2番目に、 風力発電所の建設に向いた良い場所であるとされる。また、ルーマニアエネルギー研究所によれば、風力発電所は2020年までに国内の発電で 13GW 貢献するとされ、2009年から2017年にかけて56億米ドルの投資で4000メガワットの発電容量が設置されるとしている。2010年には、イベルドローラが ドブロジャ地域で総発電容量1500メガワットの発電所を建設する計画を開始している。また、EDP の現地市会社も参入しており、欧州復興開発銀行や国際金融公社の融資を受けて、ルーマニア国内最大級の風力発電所を建設、運用しているほか、NG なども風力発電所の建設を計画している。ありがとうございます。